木原城は熊本県熊本市南区と宮井町に存在した城郭である。木原城は中世に築かれた山城である。熊群の相柄氏によって八代城を追われた縄氏が寄っていた。城石には麓にある木原不動の奥の院があり、登録には老門が国の重要文化財に指定されている六伝神社がある。木原城は南側を除く三方を 有事型の尾根筋に囲まれた40メートル30メートルの窪地に位置している。尾根筋は西側のみ一部に掘り切りが認められる以外は自然地形のままである。上地内からはすり鉢、聖地などの遺物が露頭しており、上域南端には現在も水をたたえる井戸が存在するほか、周辺には水球谷、馬時、水谷などの名称のついた、 有水地が存在している。麓との飛行差120メートルという高所にあるにも、かかわらず、居住性に富む性格を有する。加えて、上域より、約20メートル北の尾根先に、小木というあざ名のついた平坦地がある。東西約80メートル、南北約20メートルの狭い空間だが、南側以外は、急峻な地形となっており、 唯一温根続きの南側にも掘り切りが刻まれていて、爪状的な機能を有していたと見られる。以上、極めて小規模ながら、城と館を内包した作りとなっている点が特徴的である。木原城の追記年代には、諸説あって、半然としない。文紀三年、日後国志護職を横領していた、宇戸溜光を、宇都城に滅ぼした、相良町ごと、 菊池農運の連合軍に古六条を追われた、縄秋田田は、阿蘇市の監督下に入り道場へ移った。しかし翌栄昇元年、日後守護を奪還した農運が急成すると、宇都城代を務めていた白ため冬は城を捨てて、本国へ帰還し、宇都城は空城になった。そこで、ためみつの娘婿だった秋田が、宇都城へ入り、縄系宇都市初代となる。以後の木原城の歴史はつまびらかでない。 ありがとうございます。